かチャンネル。皆さんこんばんは、ゆうかです。一日一曲心に癒しようということで、私ゆうかが、歌手の素敵な曲を選んでお届けしておりますゆうかチャンネル、今回はついに80曲目になります。そんな80回目お届けする今日の曲はチューリップさんの心の旅という曲です。この曲はですね、1973年に発表された曲で、なんともう42年前の曲になってるんですけど、今でもいろんなところでカバーされて歌われている歌ですので、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思います。私フォークソング大好きなんですけれども、この曲もなんかこうじんわりと心が温かくなる曲だなと思いながらいつも聴いていたんですが、今回改めていろんな曲のことを調べてみましたら、チューリップさんの3枚目のシングル曲で、1枚目2枚目となかなかヒットの曲が生まれず、もう次売れなかったら実家に地元に帰ろうなんていう感じで、こう背水の陣で作られた曲だそうです。そんな願いもあってか、上京してきた時のこう気持ちを歌われた歌になってるんですけれども、離れ離れになってしまう、こう電車に乗って明日僕は汽車の中、もう汽車っていう言葉がすごいなと思ったんですけど、明日僕は今明日の今頃はもう汽車の中にいると、置いてって行かなきゃいけない、そういう大切な人を思いながら、でも夢に向かって頑張らなきゃいけない、終わりがあるからこそ始まりがあるんだという、なんかそんな悲しいんですけれども希望のある頑張るぞというなんか願いが伝わる曲だなと思いました。ぜひぜひまた改めて聴いていただけたらなと、42年経っても色褪せないなと感じていただけると嬉しいなと思います。それでは聴いてください、心の旅。あーだから今夜だけは君を抱いていたい。ああ明日の今頃は僕は汽車の中、旅立つ僕の心を沈め